はい、どうもこんばんは、バニットです。今回もダスクダイバーやっていきましょう。というわけで、目の前に明らかに怪しい人がいるんですけど、まあ今回はストーリー進めるので、こっちに話しかけましょうね。まあおじさん。店長が言ってた次元の亀裂って、ここかな？話しかけてないんだけどな、まだ。周囲には、それらしきものがないが。もしかしたら、上じゃないか？上？そうなると困ったな。勝手に忍び込んだら警備員さんに見つかるだろうし。俺に任せろ。コウモリだから飛べる。待って。うわあ、高い高い。何のエコーだよ今の。死ぬかと思った。俺の飛行テクニックそんなに下手だったか？いやいやいや、いきなりなのがダメだったんだろう。どうやら見つけたようだね。とても近くに次元の亀裂反応を感じる。ああ、これだな。それじゃあ行こう。で、欠片十分です。行きましょう。で、なんだっけ、ストーリーなんか開いたから忘れちゃったな。ここが優先長？これはどうやっていくの？ジャンプしていけばいいのか。このままだと正門長も危ない。彼女はあの時の俺と同じ状態なんだ。早く阻止しないと。でまたちょっと強化したので強攻撃のコンボ回数が1個増えましたね。これなんだっけ？あ、まだか。殴る回数増えるのはいいんですけど、やっぱりこのガードをしてくる敵っていうか、まだ強いよね、あのブレイクゲージがあるやつは。いっぱい湧いてくるな。悪くないぞ。これはすごいな。え、まだいる？これで、いやまだいる。え、どんだけいるんだよ。ユーモ、お前本当にただの人間なのか？なんで毎回そうやってさ、人間じゃないみたいなこと言ってくるんだよ。で、ようやく終わりましたね。で、先に進む前にアイテム取っていきます。この先でこれ落ちたらどうなのかな。あれ、あ、攻撃しないと。あ、これは攻撃するわけじゃないんだね。じゃああっちかな。あ、かけらはゲットして、あー、なんで落ちるんだよ。これどっから行けばいいの？これは攻撃できないんでこっちに行くんですけど、なんかどっかに道ができるのかな。あれ、わからないんだけど。あ、これ動いてるのか。
じゃあゆっくり行きます。遅すぎるからなんか動いてないかと思った。こいつ手強いぞ。あ、なんか欠片が下にあるんだけど取れるかなこれ。あ、取れた。あ、取れたけどやり直しになるのかなこれ。あれ、こんな道だったっけ。ここ多分仕掛けやんないとダメだよね。あ、あぶねえ。いや、もしかしたらあの辺りスキップしてるかもしれないですけど、なんか気づくまで結構大変でしたね。多分ここのステージも全部落ちたら一旦エリア戻されるんだと思うので、あんまり移動とかで、あ、そっか、回避行動はしない方がいいのかな。これはすごいな。本当にただの人間なのか。どんどん湧いてくる。今なら100、いや 120% 力。あらゆる敵だ。対応するんだ。上上がるのか。静か。あなたの登場だ。湧きすぎだよ。これで終わりかな。終わり？もう終わりだよね、さすがに。あ、終わりだ。いや、長かった。あれ、どっちに行くの。え、まだ敵出てくるじゃん。あー、いつものあのあいつか。こいつめんどくさいな。なかなかやるな。落ちそうになるからやめてくれ。最近の若いやつはすごいな。こいついつになったら倒れんだよ。全然ゲージ減ってないじゃん。てか倒さなくていいんじゃない、もしかして。あとちょっとでゲージが消せれる。やっと倒れた。よかった。でこっちに行くんだけど何にもないんだよね。あ、これってまた動くのか。で、あの早いって展開、これカットしてるんじゃないんですからね、いつも言ってますけど。苦しそうだな。ああ、以前のメガネみたいだな。災いもたらす。何を言ってるんだ。ダメだ、力を制御できていない。ひとまず戦おう。なんかまた出てきたけど。
消えるの早すぎて分かんない。傷をつけるわけにはいかない。しかし、しかし、なんと、これどこが攻撃なんだ。当たってるよね、これ。なら俺と戦った時は問題はなかったのか。これなんだろう、なんか近づいたら攻撃になるタイプかな。これな、え、何これ。なんとか言え。あれ、勝手におじさんになってる。隙ができたぞ、反撃だ。今回ちょっとなんか戦いにくい敵ですね。バフェの時はもう完全にボコボコだったんですけど、これ移動で時間遅くなっても結局多分当たるんで意味ないよね。でなんかこの地雷みたいなのがあるから、え、2回、くそ、危ない、避けろ、食らうとまずいぞ。攻撃できないところはバフェにやってもらえばいいかな。隙ができたぞ、反撃だ。いや、欲張らない方がいいかな。危ない、避けろ、食らうとまずいぞ。危ない、避けろ、食らうとまずいぞ。よく避けた、次はこちらの番だ。よく避けたっていうレベルかな、これ。皆さん、できたぞ、反撃だ。で、変身しよう。もう、え、あ、ま、なんか出なかった。で、どうするのこれ。この変身のさ、必殺技の出し方わかんないんだよ。危ない、避けろ、食らうとまずいぞ。まずい、無理させに避けるんだ。いや、もう時間ないからさ、てか、ができたか、反撃だ。よし、うまく抑え込んだね。イモ、リオ、以前のように行きな。問題ない、イモ、行くぜ。待った、お前は乱暴すぎる、俺に任せろ。誰でもいいから早くしないとまた起き上がるよ。わかった、リーダーさん、許して、バケ、やるよ。今ならこうだよね。これさっきやって120% 力を出せる必殺技でしょ。あれさ、出ないんだよ。これで倒れて。あ、それともバフェで設定してたか出なかったのか。成功した。ユモはうかつに動くな。以前お前に蹴られた時にできたタンコブがまだ痛む。どれどれ、どうだった。わあ、かわいい。え、ちっちゃい金魚だ。魚なのか。元の姿から変わりすぎだろう。どうか、乳腺腸の状態も安定したようだね。とりあえず連れて帰ってきな。しかしこの水はいつ引くんだろうね。僕の水だね。何おやすみなさいだよ。そりゃ C ですよね。道わかんなくてめちゃくちゃ迷ったからね。ここは、あ、よかった、気がついたね。え、ナターシャ、ナターシャ、人違いだよ。あ、本当ね、ごめんなさい。ここは
どこなの？正門長だよ。なんか変なのがいる。ついさっき優先長で倒れたんだよ。優先長に大雨を降らせたことは覚えているのか？大雨、あの時攻撃を受けて、それで自分を守るために迷惑かけちゃって本当にごめんなさい。待て、攻撃を受けてたと？俺の時と同じ。そうすると犯人は同一人物なんじゃない？店長、リーオーさん、どう思う？まだ情報が少なすぎて何とも言えないね。おじさん、どうしたの？お前さん、覚えてるかい？え、私？覚えてるって何を？戦闘の前、災いをもたらす獅子って言ってたんだが、お前さんが見たのは本当に獅子だったのか？この辺りじゃ獅子は俺しかいないはずなんだが。え、リオおじさんだけなの？災いをもたらす獅子？ごめんなさい、思い出せないわ。もう一度よく考えてみるんだ。なんで焦ってんだ？およしよ、みんな今日は一日ご苦労だったね。疲れただろう。そんな状態で考えたところで思い出せるものも思い出せやしないよ。今日はもうお開きにして、また明日話し合おう。あ、ベーダさん、ごめんなさい。気を失ってて気づかなかったと思うけど、バッヘがボコボコにしました。僕が変身するとあなたも力を失って小さな金魚になるんです。もしかしたらモデルのお仕事に差し支えるかもと思って。小さな金魚か、懐かしいわね。大丈夫よ、じゃあまた来るわね。はい、じゃあまた。あ、モデルなのか。あの時から始まったんだよね。平凡だった生活が超忙しくなったんだ。また謎回想が始まった。優先長と正門長の危機を救うためにいつも店長にこき使われて、あとおじさん。おじさんは本当に正門町という町を愛してるんだ。この町のこととなると人が変わったみたいに血の気が多くなっちゃうんだよね。でも今思えば、僕が卒業できたのも本当に奇跡だったな。当時の僕は高校を卒業できるか不安だったんだ。なんか同じようなこと前も言ってませんでした？将来どうしたいっていう目標もなかったからかな。ただひたすら店長やおじさん、知り合ったみんなを助けることに夢中になってたんだよね。で、このショーは終わりかな。今日も暑いな。バイトに行きたくないな。あれ、バッヘからだ。なんだろう。ユマ、早く。何これ。どうしたの、バッヘ。助けて。え？あ、電話切れちゃった。やっぱり早くお店に行こう。なんか様子が変だったし。まあどうせバッヘのことだから、またくだらないことでしょうね。で、新しい店がオープンしました。どういう食事があるのか見に行きましょう。ガチャガチャ解放。正門町の各地にガチャガチャが存在しています。キャラクターの服装や設定画が手に入ります。で、設定画はともかく、ガチャガチャって、あ、衣装も入るのか。なんかやりたいけど、まあ次回かな。では今回はこれで終了とさせていただきます。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ダスクダイバー、優先長。